レティコ、ベンフィカにフルボッコにされ行く。フルボッコにされてて草。とんでもないことになっとるやん。何をしてる方なの？ライプチヒに勝ったアトレティコ3に4-0で勝つベンフィカさん。マドリーもアトレティコもダービーで力尽きてて草。これだけ補強していつものアトレティコなのクソ。カウンターでとかではなく、普通にボコられて負けてるやんアトレティコ。アトレティコとかセルティック見てて思ったけど、この方式だとアウェイで一方的にボコられた後にホームでやり返せないの辛いな。ノルマン不在が響いてるのか。マドリーとバイエルンが1-0で負ける裏でひっそり4-0で負けるアトレティコ全チームともアウェイとはいえ、揃ってこんな負けるかね。バルサオさんが治っていた方々は一致してるかな。